よ、フィリア。あ、キリト。ねえ、聞いて聞いて。実はね、すっごいお宝が手に入るかもしれないクエストを見つけちゃったんだ。それ、前も同じようなことを言って、結局、紫大根が5本だけってことがあったような。あ、あれは失敗。でも今度は本当に正真正銘のお宝。聞いて驚いて。ターゲットの名前はズバリエンペラーソード。エンペラーソード、ちょっと興味深いな。それでね、みんなを誘って取りに行こうかなって思っていたところなんだけど、どう？じゃあ早速みんなに連絡しよう。俺がメッセージを飛ばすよ。あ、乗ってきたね。やっぱりケンって聞いちゃうとな。というわけで、すごい剣が手に入るかもしれないの。へえ、エンペラーソードか。そんなクエストの情報、今まで聞いたことないよね。こりゃレア中のレア武器なんじゃねえか。もし本当に武器が手に入るなら、序盤としてはかなり希少なものだろうな。あんたが黙っていないわけだ。レアって言葉と剣って言葉には弱いものね。そういうリスだって興味は惹かれるだろ。まあね、鍛冶屋としてレア武器は気になっちゃうわ。それでどんなクエストなんですか？クエスト NPC によると、300年以上前、剣豪として名を馳せたブレグスっていう王様がいたんだって。その国は代々受け継がれて今も存在するんだけど、数ヶ月前に国の象徴である王家の紋章が何者かによって持ち去られちゃったらしいの。それで見事紋章を取り戻した者には何でも褒美を授けてくれるみたい。エンペラーソードっていうのはどこに絡んでるんだ？剣豪と言われていたブレグスの愛用の剣がエンペラーソードなんだって。つまり王家の紋章を見つけることができれば、褒美としてエンペラーソードをもらえるかもしれないと。紋章を探し出すクエストか。きっと簡単には手に入らないんだろうな。でもよくこんなクエストを見つけたわね。普通の人には発見できないと思うよ。かなり特殊な場所で見つけたからね。お、さすがはトレジャーハンターだな。どこで見つけたの？とあるダンジョンでね、お宝がないかなって目を光らせて探索していたの。うんうん。そうしたら突然床が抜け落ちて、落っこちた先に NPC が立っていたんだ。ふん、え？それって結局落とし穴にかかっただけじゃねえか。目を光らせていたんじゃないのかよ。結果往来って言うでしょ。とにかくあれを見つけるのは至難の業だよ。うん。トレジャーハンターもトラップには弱いってことか。弱くなんてないよ。見えないところにいる NPC を見つけるのは確かに簡単なことではないですからね。皆さんの言う通り、希少なクエストである可能性は極めて高いと思います。まあそういうわけでさ、このクエストを進めていこうと思うんだ。もしかしたらサーバーに一つしかないユニークアイテムの入手クエかもしれないしな。しょうがないわね。いいわ、付き合ってあげる。その代わり、私も欲しいものがあるときは手を貸してよね。どうやらみんなやる気満々みたいね。鍛冶屋として意地でもレア武器をこの目で確かめてやるわ。私も手伝うよ。ありがとう、みんな。よし、トレジャーハンターの意地にかけて必ず手に入れてみせるよ。それじゃあエンペラーソード目指してみんなで頑張ろう。
それを。おい、リファ。あ、キリト君。なんだ、元気ないな。何してるんだ。え、別に普通だよ。今ね、フィリアさんを待っているところなんだ。お、ということは今日も特訓か。うん、そうかな。あ、フィリアもちょうど来たぞ。やっほー、お待たせ。よ、フィリア。リーファと一緒だったんだね。そっちにもメッセージを送ろうとしていたところなんだ。やっぱり今日もリーファの特訓か。うん、特訓の内容はまだ内緒。現地に着いてから話すよ。今度はどんな突拍子もないことを考えたんだ。なんか言い方にトゲがない。今回もちゃんと深く考えられた特訓だよ。前は釣りだったからな。今回は楽器を演奏してリズム感を高め、戦いのリズムを習得するとかか。私、今日の特訓のこと話したっけ。え、当たりなのか。あの、お二人とも。ん、どうしたのリファ。実は、二人に謝らなくちゃいけないことがあって。私、うっかり足を怪我しちゃって剣道の試合に出られなくなっちゃったんです。え、怪我したって。家ではそんな風に見えなかったけど。ああ、大した怪我じゃないから、軽くひねっちゃっただけ。ただ顧問の先生からは大事を取って欠場した方がいいって言われちゃって、絶対に勝ってやるぞって思っていたんだけど、まったくバカだな私。どうして怪我しちゃったの。あ、ちょっと転んじゃって。そういうわけで試合はしばらくお預けになっちゃったんです。だから今日は特訓もいいですけど、普通に狩りとかしてみませんか。うん、それはいいけど大丈夫なの。ゲームの中なら怪我は影響しないですから。あ、そうだ、フィリアさんの勧めていたクエストをやりましょうよね。そうだな。よし、じゃあ今日は予定を変更してフィリアのクエスト攻略を進めようぜ。絵画を盗んだのって悪名高い盗賊団みたいだね。最初に NPC がモンスターに襲われていたのもきっと盗賊の仕業だな。モンスターを操って強奪するって情報が出てきたし、間違いないよ。フィリアさん、この調子でクエストクリア目指して頑張りましょうね。うん、じゃあ私はショップに行ってアイテム整理するから、ここで。なあ、またな。また一緒に遊びましょうね。フィリア。リーファが転んで怪我したっていうの、あれ嘘だよね。だろうな。おそらく剣道の練習をしていて怪我をしたんだ。だよね。私のせいの気がする。どうしてそう思うんだ。リーファに頑張ってほしくて特訓や応援を押し付けちゃったでしょ。リーファって真面目な子だから、それに応えようとして無理しちゃったんだと思う。私がプレッシャーをかけちゃったんだ。多分フィリアの言う通りだろうな。けど俺はそのことが悪いとは思わない。フィリアの応援はリーファにとってプレッシャーになったかもしれないけど、その応援でリーファが頑張ろうとしたことも事実だ。応援されることはその人にとって前に進む力になる。前に進む力。フィリアも自分で言っていたじゃないか、励まされたから今があるんだって。俺だってフィリアやみんなに励まされたから SAO で戦い抜くことができたんだ。今のリーファにこそ
フィリアの応援は必要だと思うぜ。だからさ、リーファの背中を押してやってくれないか。私の応援でリーファは元気になってくれるかな。もちろん。うん、わかった。結局また私も励まされちゃったね。こういう時は支え合うのが一番だ。よし、リーファのこと精一杯応援する。ああ、よろしく頼むよ。行くぞ。
こだ。返してくれ。分かった。よし行くぞ。一緒に行くよ。いいぞ。やったわ。行くぞ。最高だ。返してくれ。分かった。任せて。これで決める。回復するわね。いいぞ。どうかした？行くぞ！今やったよ！最高だ！ええ、わかったわ。任せて！やるな！グッジョブ！うん、わかった。行くぞ！いいぞ。いいぞ。どうかした？行くぞ。行くよ。やるな。スイッチ行くぞ。行くぞ。グッジョブ。やるな。ええ、わかったわ。タゲ取りできるか。了解、了解。いいぞ。うん、わかった。これで決める。これで決める。グッジョン。最高だ。行くぞ。ここよ。やるな。
嬉しいわ。嬉しいわ。嬉しいわ。あれは…おい、リズ。春は奇遇ね。どっか行くところ？いや、適当にぶらついているところだよ。そっちは？買い物に行こうかなって思っていたところよ。そうなんだ。なら俺も付き合おうかな。本当？何を買ってもらおうかしら。おい、なんでおごることになってんだよ。冗談よ。さあ行きましょう。何を迷っているんだ？ここにずらりと並んだハンマーよ。これは家事用ハンマーか。熟練度も上がってきたし、今使っているアイアンハンマーから変えようと思って。けどどうもここには私の熟練度に見合ったものがないのよ。当然今のよりもいいものを使うことになるんだけど、いきなり高性能のハンマーに切り替えるのもね。そっか、身の丈に合ったものをってことだな。はあ、もう少しアイアンハンマーで頑張ってみようかしら。店売りの品にいいものがないなら、それ以外を当たってみたらどうだ？それ以外、盗作や報酬で手に入れるってこと？でも家事用ハンマーを得られる場所なんて知らないわよ。俺だって知らないさ。でも知らないのならまずは聞いてみようぜ。聞いてみる？なるほど、家事用ハンマーを入手したいんだな。
そうなんだけど、いくらアルゴでもそんな情報を都合よくは。あるぞ。え、本当？詳しく聞かせてくれ、アルゴ。つい最近、森林エリアのとある場所で鍛冶用ハンマーが伸長できるクエストが発見されたんだ。森で伸長か。どんなクエスト内容か想像できないな。鍛冶プレイヤーへのご褒美イベントみたいなもんだな。どこかで聞いたことのあるような内容だ。詳細は教えてくれないの？にゃふふ、知らずに行ってみた方が楽しいと思うぞ。アルゴがそう言うなら、とりあえず行ってみることにしましょうか。ああ、それと今使っているハンマーは忘れずに持っていくんだぞ。正直者ならばクリアは楽勝だ。ますますわからなくなってきたな。そうね、でも情報は助かったわ。はい、これ情報量よ。にゃふふ、毎度。それじゃ健闘を祈っているよ。アルゴに教えてもらった目的地はこの辺りだな。だいぶ森の奥まで来たけど、本当にこんな場所で鍛冶用ハンマーが手に入るのかしら。あ、見てみろよ、リズ。あ、これは泉かしら。でもツタが随分と生い茂っているわね。この泉が目的地ってことなのかな。もしそうなら、このツタが怪しいよな。一本一本切っていく？いや、もっと分かりやすい方法があると思う。何かいる！気をつけろ、モンスターだ。ツタを持つ植物型モンスター。もしかして泉を覆うツタもあいつらが原因？みたいだな。準備はいいか、リズ？ええ、やってやりましょう。お疲れ様、リズ。これで全部倒したな。見て、泉を覆っていたツタが縮んでいくわ。ツタを取り除くことで姿を現した泉。考えられるのはこの泉で何かをするってことだけど。アルゴが言っていたことにヒントはないかしら。確か鍛冶用ハンマーを必ず持っていくこと、それから正直者でいること。泉で正直者、どこかで聞いたことないか、そんな話。アルゴも言っていたわね、聞いたことのあるような内容だって。もしかして金の斧と銀の斧の話だったりして。それって泉に斧を落としたら泉の精が出てきて、あなたが落としたのはどっちだって聞かれるやつ？そうそう、うまくいけばそれらしい展開になりそうだし、試してみる価値はある気がするんだけど。でもそのためには私のアイアンハンマーを泉に落とす必要があるってことでしょ。ああ、最悪俺が潜って拾ってくるからさ。わかったわ、やってみましょう。ごめんね、私のアイアンハンマー、少しの間だけ我慢してね。それどう？今のところ変化はないな。もう少し待ってみよう。どうしよう、何も反応なさそうよ。そんな、違ったのか。ああ、私のアイアンハンマーが。お？泉を見てみろよ、リズ。水面に光が集まってる。ハンマーをなくし、悲嘆に暮れる方よ。なんか出てきたわよ。クエストがうまく起動したんだ。私はこの泉に宿る森の精。あなたが落としたのはこのシルバーハンマーですか？それとも
このゴールドハンマーですか？これってやっぱり金の斧と銀の斧の話にそっくり。さあリズ、正直に質問に答えないと。わかった。私が落としたのはどちらでもありません。私が落としたのはアイアンハンマーよ。わかりました。ではアイアンハンマーをお返ししましょう。やった、ひとまず投げ込んじゃったものは戻ってきたわ。そして正直者のあなたには、真剣なるシルバーハンマーと真羅のゴールドハンマーを差し上げましょう。やったなリズ、一気に2本も入手だぞ。ではありがたく頂戴して。ふっ、って重い。リズ大丈夫か？何よこれ、どんなステータスしてるのよ。すごい筋肉要求値、それに性能も。今行ける範囲の店に置いてあるものよりずっといい代物ね。イベントでしか手に入らない特殊なハンマーなんだろう。そうね。でもん、どうした？やっぱこの2本のハンマーはお返しするわ。え？だって今の私には使いこなせそうにないし、それにアイアンハンマーでもう少し頑張りたいなって思っちゃったのよね。まあリズが求めていたのは高性能のハンマーじゃなく、自分の実力に見合った家事用ハンマーだもんな。今はアイアンハンマーの方が全力で仕事ができる気がする。身の丈に合ったものをか。そういうわけでこのハンマーはお返しします。もっと頑張って2つのハンマーを扱える実力になったらまた来るかもしれません。っていうのはわがままかしらね。それからハンマーが欲しいからって自分から投げ込んじゃってごめんなさい。あなたは真の正直者ですね。え？真の正直者？何か話が進んだぞ。せめてこの泉を魔物から救ってもらったお礼をさせてください。あ、アイアンハンマーが光ってる。あなたの正直さに敬意を表します。それでは。消えちゃったわね。それよりリズ、ハンマーが光ったっていうのは？調べてみるわ、ちょっと待ってね。あ、アイアンハンマーが強化されてる。本当か？ええ、私の理想としていた数値に近くなっているわ。意外な結末だな。これってリズが正直でいたからこそだよな。そうなのかな。何はともあれ、欲しいものは手に入ったし、町に戻ってアルゴにお礼を言わなくちゃね。そんなことが起きたのか？俺っちも知らない展開だぞ。リズの正直さが新たな結末を導き出したんだよ。やめてよ、なんかくすぐったいじゃない。けど本当だろ？リズの家事への誠意や仕事に対する真面目さゆえってことか。とはいえやっぱり少しもったいなかったかな。かもしれないけど、俺ならアイアンハンマーでリズに家事をしてもらいたいかな。そっちの方が武器に気持ちが入るような気がするからさ。確かにそうかもね。よし、このハンマーでこれからも武器を鍛えまくってあげるわ。Thank you.
人が集まっているな。何かあったのか？いや、何かあったというより、むしろ何もないというか、ステージボスがここにいると思ってパーティー揃えて来てみたんだけど。いないのか？ああ、誰かに先を越されたらしい。ターゲットがいないんじゃどうしようもない。みんな、すまないが町に戻ろう。ずいぶんとあっけなく倒されたんだな、ここのステージボスは。俺も一度町に戻るか。やっぱりステージボスがすでに倒されているのは間違いないみたいね。攻略のトップランナーたちがようやくボスの情報を集め始めていたタイミングだったから寝耳に水だよ。ということは、倒した人たちはボスの弱点や下見をせずに戦ったってことか。それか下見の段階で倒せると踏んでそのまま倒しちゃったか。今回のステージボスはそんなに強くはなかったのかもしれないね。どうだろうな、ボスが弱かったんじゃなくて挑んだプレイヤーが強すぎたんだと思うぞ。プレイヤーが強すぎた？まさか。すっげーすね、ジェネシスさん。攻撃に躍起になってる奴らを差し置いてステージボスを倒しちゃうなんて。ああ、あんなもんそこらの雑魚と変わんねえよ。それをわざわざ大勢で倒しに行って攻略集団とか名乗ってるやつは頭がめでたすぎんだよ。これから攻略を進めるときは言ってくださいよ。お手伝いしますから。あ、ようも危な救世主。まあ知ってるだろうが、前線のステージボスは俺が片付けておいてやったぜ。なあ、聞いたよ。攻略集団とか呼ばれてるカスどもは俺にあっさり抜かれて引退者だな。お前もそれなりに頑張ってたみたいだが、やることがなくなっちまったな。やることがなくなった？知らねえのか？ステージボスを倒しても新エリアへの道が解放されなかったんだよ。クローズドベータの制限がここまでってことか。制限？そんなものがあったのか。ま、お前はモブのヒーローらしく街にいる NPC のクエストでもせこせこ回してろよ。ということだ。今はあいつの噂があちこちで飛び交ってるよ。地道に攻略を進めてきた人たちを尻目にステージボスを見つけ出して倒しちゃうなんてね。ただでも噂になるやつだけど、これでまたしばらくは名前を聞く日々が続きそうだ。そうだな。それよりも、新しいエリアの制限だけど、本当の話なのか？俺っちもまだ調べ尽くしたわけじゃないが、先へと続く道が封鎖されたままなのは本当だ。プレミアちゃんのクエストって、まだまだ先があるはずだよね。ああ。アルゴ、頼みがあるんだけどいいか？エリアが解放されないのは本当にクローズドベータによる制限なのか調べてほしいんだろ。言われなくてもちゃんとやるさ。抜け道を探すのは RPG の基本だ。ありがとう。俺の方でも調べてみるよ。プレミアのクエストを中途半端で終わらせたくないからな。みんなにも話して協力してもらおう。可能性が少しでもあるのなら。ああ、よろしく頼むよ。